はい、えっとここね34日あのまあすごいバカみたいにあったかくなったんですけどなんか急にまたあの寒くなって戻っちゃってまあ平年並みじゃなくてね平年以下っていうかまああの雪なんかもね日曜降ったんでねあのそんな感じなんですけども。 まあ、実はまあそれだけでも僕も体の調子が良くないんですけどもえっ、ー、とまあねい,いつもはそういうことで、えー、調子が悪かったりするんですけども、えー、とここ、えー、最近ですねあの、まあ えー、外的要因はっきりした外的要因がありましてですね、えー、と非常にこう落ち込んでるんですけども、えー、まあな,なぜかというと、まあ、あの前,前の動画で、えー、とちゃんと最後まで見た方はあの分かると思うんですけどもあ、ま、わざと僕も最後まであの隠してたんですけどもまあ,あの融資をですね断られましてですねまあ非常に落ち込んでますというかまあ あのすごいんですよ、ねえー、とまあな,なぜ原因原因は一つだけなんですけどあの僕病気で休んでたんで、えー、と去年の収入がねほとんどないんでそうすると,、えーとまあ、コ,ロコロナだったらえっ、ー、と ね、前,前はこれだけたくさん儲けてたあのまあい今線引き引っ張ってるのは3月まで3ヶ月間ですごいたくさん儲けてたのに、えー、と去年はね去年まではねあのたくさん儲けてたのに、えー、と今年は全然ゼロ,ゼロだよとかっていう感じだと融資を受けられるんですけども。 あと僕はねあの起業したばっかりなんであの最初の起業の融資っていうのもあるんですけどもそれも、えー、っとそれはですね、えーっとまあ、起業をしてですねあの何か月間か、まあ、売り上げがあっただろうっていう予想があるとやっぱり返せるっていうふうに言うらしいんですよね。 まあちょっとなんか僕にはよくわからないっていうかあのまあやつらはね、まあ、簡単に言うとまあ銀行と一緒ですよ結局あのねたかがなんかさあの100万とかそれぐらいの融資ですよ僕は300万にしてたんですけどもそ,その程度でまあいいや簡単に言ったら車買う1台買うぐらいの。 融資じゃないですかだからそ,そういうのにですね、えー、と融資できないっていうレッテルを貼るっていうのはまさにこうダメ人間っていうふうにレッテルを貼るようなものでですね非常にこう,不愉快だっていうか失礼だなっていう感じですよ、ね、まあねあ,のあいつら何も考えてまあ,あの対応に当たってくれた女性の方は、まあ、かなり誠実な方なんです でまあそんなのを。 まあよかったたんですけども、まあ、ただね、えー、と死の方は死の別の関係でちょっとどう,どうなのかなと思って有志、えー、があるできるのかどうかっていうふうに死の方にはもう言ったんですけどまあ死の人間はひどかったですねもう馬鹿にしてるっていうかはなからはあという感じで、まあ、そういう態度も現れてて結構僕もさすがにね怒ったんですけど。 怒ったら逆にこうなんかあの向こうもあの逆入れじゃないですけどバカにしたような態度と取りやがってさ本当にあの怒りましたけどねあの失礼なやつだなって言っちゃいましたけどあのまあひどい弾かなっていう感じですよね。 であのね今ね、ね財務省がいろいろねお肉とか魚券とかって配るって最初ね、ねこいつバカ,だバカじゃねえかってみんなまあさすがにねあの世界の笑いものですよね、そういうね。で、常年さんなんかはあのわざとそういうことを言ってあの、まあ、アドバルーンって言ってるんですアドバルーンを上げてねそういうあのどれぐらいあの国民から批判を受けるかっていうのを試してるっていうふうな。 話をしてるんですけども、僕もた確かにね彼らっていうのはね線引きを引っ張るプロなんでですすよ。よ。これだけですよはっきり言ってあの財務省もそうなんですけども日本の官僚っていうのは、えーとまあ、東大法学部とか多い多いですけど東大法学部ってねあの物を考えるのプロじゃないですよバ,バカばっかりいますからね物を覚えて覚えてるの,のがプロなんです頭いいから。 だから例えばあのね法律なんかあの覚える覚えられる人っていうのはあの覚えて忘れないんですよだから法,法律家あの法学部で勉強して弁護士とかあの裁判官とかになれるでね本当に力ある人はあの某大阪のねなんかあの知事とかね市長とかやったあの人ねあの人なんか、まあ、口が立つっていうか口が立つ人 のがやっぱり優秀な弁護士なんですよだから口が立たない論理で人を任せられないあの弁護士なんてあのただの省例だけの,あのそれ省例を覚えているだけのただの機械なんですよねあのだからあのそういう人間っていうのはいらないもう、ね、<laughs> あのコンピューターに覚えさせればいいだけの話なんで,でそうなんですよで東大法学部とかってそういう人間が多いんですよね でね彼らが普段何をやってるかっていうと書類を作ってその書類の線引きをやるんですよ。だから、えー、と財務省なんかはあの金を出すけどじゃあどういう範囲で。 ね、誰にお金を払うかっていうののそ,それを振るい落としをまあふい落としのね線は網ですよ。振るい落とし振るいって網からポコポコ落ちていくじゃないですか砂とかね、えー、と例えば粉とか落ちていくじゃないですかあれの線をこう引っ張ってるんですよね。それがうまいんですよだからそ,それが非常にうまくてでえっ、ー、と一般の人はそれの網にあの引っかからないで落ちていくんですよ。 それが、まあ、要するにあのゼネコンなんかとね組んでねあの団子とかあいつら団子とかしてねあのその自分のねお気に入りのね、まあ、あの懐にねお金をもらってるようなねゼネコンなんかにね,あのねあの落とすようなねそういうことをするわけなんですけどかそ,そういう場合何をするかっていうと随慶瑞慶契約っていうのが、まあ、今はね、えーと みんな集めてやってますけども、えー、と大体瑞、ね、稀契約っていうのはあのそこのところしかあのお気に入りのところしか引っかからないように書類を書くわけですよ。 彼まあそれ僕その仕事やってたんでよくわかるんですけどもう今回もそうですよだから本当はねえー、と外国みたいにあの超金持ちだろうがあの貧しい人だろうが同じ一律ねえー、とね2,000ドルかなあのアメリカなんか2000ドル20万ぐらいとかっていう話ありますけど2,000ドルかないや出すっていうんだったら出せゃいいんですよ。 でアメリカの,あのちゃんとした金持ちの人たちだったらねそういうの返しますからあの私はいらないですとかねあの私は,はあの結構ちゃんとあの今回の被害を受けてますけどもそういう余裕がありますのであの返しますとかねまともな人たちはそうですよただ20万日本は何回も言いますけどあの日本はひどい人 がいいるってわけじゃないんですけどただね高齢者が多くて年金もらってる人が非常に多いんですよそういう人たちは僕はいつも言いますけども一流いわゆる僕たちが耳にするような一流企業とあと国家公務員国家公務員あと,、えー、っと市町村の公務員ですけども偉い上に行った人上に行った人たちは。 結構それぐらいもらってますだからそう,そういう人たちって本来いらないじゃないですかそんなね普段でもそんなもらってるしこんなあのね不況になっても。 えと別にお金は降りてくるわけですからねこんな状態でもコロナになったのが何だろうがお金は降りてくるわけだいらないんだけどでそういう人たちには配る必要がないっていうふうなねみんなおっしゃるまあ僕もそう思います当然そう思うんですけどもただねあのねそういうふうにね線引きをねしてねなるだけ金出すのをね渋るわけですよ。で僕のやっっぱりえー、とね 返さなないいって言ってて言るわけじゃないですからね僕は返すって言ってて僕はいつも <laughs> あのこの,あの動画で言ってますけど仕事したらちゃんとやりますよちゃんとやるしあの人には嫌われないしあのまあねじゃあお前何でそうなんだって言ったらまあ,あの体が弱くて病気をしてまあちょっと運が良くなかったのかなっていうそ,そういうふうなことは思いますけどもちゃんとやりますよ。 だから、そんなね、300万なんか返せますよ、はっきり言って、あと、あのうんまあ、うまくいけば、ね、ね5、6年で返せるんじゃない、まあ、5、6年、まあ、要するに車買うぐらいですよね、車買うぐらいで返せると思いますよ、うまくいけばね。で、まあ、それなりって言っても10、10年で返せますよ、はっきり言ってね、返せるとは思うんですけど、やっぱり、それさえもやりたくないんですね、あいつらね。もう、最悪ですよね。 でまあ、話戻りますけどもえ、まあ、結局ねあのそういうことでね、えーとまあ、線引きしたいんですけど、まあね、一番簡単なのはね全員に配ればいいんですよ、配ればまあ、その分ねちょっと,、えー、と金額低くアメリカなんか、ね、2000ドルぐらい。 払うとかっていう話をしてるんで、えっ、ー、とまあ日本は十万ぐらいかなとは思いますけども、とりあえずあの十万円ね政府から吐き出させるやいいんですよ。で、お金持ってる人たちはね結局えっ、ー、と確定申告とかの時にねあのまあその分税金払う払うことになるんで、まああとねあの逆にねえっ、ー、とありつらほらあの財務省とか縛りつ つけるのうまいんで、うんね、どれぐらいの方はね、えーと、控除がありませんよとかっていうのを引っ張るのうまいんでじゃあ,あのそ,のそのねもらった10万円を返してくれればこれだけのいつものこういう控除は受けられますよとかってねそういうのできるんですよ。やれ運営はそんなの、ねあのあ、ー いつものね確定申告の紙にね書きゃいいだけの話なんでねそんなのねだもう簡単にできる簡単にできるんだけどな,なぜやらないか金出したくない <laughs> からですよ簡単に言うとなぜそう,そうしたくないかもう簡単ですよあ,のあいつらは自分たちさえよければいいんですよでねあの ずっと僕は思ってきたんですけど今回のコロナウイルスっていうのはあの先民思想の,あのから生まれたね、えー、と戦略まあ他の日本以外はねあの戦,争戦争時だって言ってるんですけど戦争と一緒なんですよ。だから中まあ簡単に言えばね中国でも あの今経済が下がってきててあのまあ要するに、えーとね、14億人もいるわけだから経済が下がってきてその人たちは飯食わせられなくなってきてるわけなんですよこれからはもうそういう厳しくなってくると思うそうなった時にねあいつら暴動とかをやっぱりねほらいくらさあの。 ね、あ、ウイングルとかね、チベットとか、でね、こう弾圧してても、でね、兵器で。軍隊、ね、兵器、すごい兵器持っててもね、やっぱりね、人の多さには勝てないですよ。だから、あの。共産党ぶっ潰せとかって言って、あの、そういうね。あの人たちがね、あの、圧倒的に、ほらん、共産党の人たちより、とかね、金持ちでね、あの、そんなね、えっ、ー、と。政府に逆ら。 言いたくないって人たちよりもおねお,お金持ちじゃなくて貧しい人たちの方が圧倒的に多いわけですからその人たちが暴動したらね大変なことになるわけですよだからそういう時って大体ね実は戦争が起きるんです戦争が起きるんだけど今戦争をね起こすようなそういうあの まあ現代が進んじゃってそういう感じじゃなくなってきてるんで何を仕掛けたかっていうと僕はそういうことを仕掛けてでねあの今回も僕アメリカでねアリババでいろいろやり取りしてましたけどもあのねピンピンあのちゃんとねえっ、ー、と大きな企業で働いててまあ多分共産党かどうかわからないですけど給料もちゃんともらってる人ではピンピンしてますよだってあれあの収束宣言ね2月29日かなあれ以降ね だってて残業もしるんですよ。<laughs> 朝ねああの9時から出てきてねまあほらやり取りしてるわけだから会社にいるかどうか僕も向こうから返事来るわけだからわかるわけですよ平気でね夜の10時11時とかに平気でね、あのー、返事してきますからねで次の日ちゃんと9時とか出てますからねそんな残業とかしてるわけですよまああの削たかれてるんだと思いますよやっぱりほらあのー、ね 休んだわけだから向こうもね休んだわけだから「売、ね、り上げ上げろ」とかって言われてるわけじゃないですかじゃああのね必死にみんなやるわけなんだけど具合悪い人たちは倒れるでしょあんな熱何度も上がるわけだからでも彼らピンピンしてるってことはやっぱりそうなんですよ貧しい人たちをとあと老人ですよね老人とあと病気を持ってる人たちをまあね 虐殺するために作ったようなもんじゃないですか。である意味もうこれもはっきり言いますけども。あの。まあ、あのタイトルには書かないですけども、日本もね。老人多い多いんですよ。だからで年金払ってるでしょ。たくさんね。だからある意味財務省やえっ、ー、と日本政府の一部一部かな。結構いるかもしれない。 の人じゃまああいつらも年寄りですけどもでもあいつら先民思想で俺だけは大丈夫だ俺だけはあのいいんだっていうふうに思ってるわけだけども簡単に言ったら老人たくさん死んでほしいんですよ。で老人たくさんいなくなるでしょいなくなってじゃあ,あの日本の若い人たち、えー、と子供を産んでるかって産んでないでしょ産んでないから外国の人来てくださいってそうなんですよ。 本当のマインドはあの後ろのマインドはそうなんですよだから財務省とか金払わないでえっ、ー、とねあの金稼げないバカは死んじまえっていうそういうことです以上です。